皆さんこんにちは、池さんです。夏休み始まりましたね。さて今日はですね、私たち家族が子供たちにですね、夏休みの大冒険ということで、電車の一人旅っていうのをこれまでにもたくさん経験させてるんです。今日はちょっとね、我が家が やってきた子供たちの一人旅っていうのを紹介しながら、この夏ぜひ皆さんのお子さんたちにも電車の一人旅をね、挑戦させてあげられたらいいなと思って動画でね紹介したいと思います。まずはうちのね長女小鳥ですね。彼女の初めての一人旅は6歳、年長さんですね、保育園の年長さんの夏休みに、大親友のね友達の家に一人で泊まりに行かしたことがあります。電車で何個だったかな、駅11個か2個かな、先の駅にある友達の家まで一人で電車に乗せて冒険させたことがあるんですね。まずはその時の動画を皆さんにご紹介します。冒頭の数十秒しかない短い動画なんですけど、ぜひね見てください。こちらです。小鳥さん、小鳥ちっちゃい、本当に一人で大丈夫ですか？マジか、はい、っていうね中途半端な動画なんですけども、この後、まあもう撮ってらんなかったんですね、僕ね。最初のドア玉の13秒ぐらいしかで、一人で電車に乗せて見送って、でその先の降りる駅で、先方のお母さんがね待っていて、ホームで待っていてくれて、子供と一緒にでピックアップしてもらうっていう形で一人旅をさせて、そのまま一人でそのお家に泊まって、次の日に僕たちが迎えに行くっていう、そういうね一人旅をやらせました。その時に用意したのが、我が家は携帯は一切持たせてないんですね。なので困った時はすぐに大人の人に声をかけなさいと、相談しなさいということを教えたのと、それから実はね公衆電話のかけ方を教えてます。で、私たちの電話番号と、それから相手のお母さんの電話番号を書いておいて、本当に困った時は公衆電話から電話をしなさいよっていうことと、あるいは駅の人にこの紙を渡してお父さんお母さんに電話してくださいってお願いするんだよっていう形で、自分でまあ何か困った時は大人の人に相談しなさいっていうことも教えた上でやらせてみました。今もそうなんですけども、うちはまだ携帯とかね、キッズ携帯も含めて一切そういう通信機器は持たせてないので、自らの力でなんとかそこまでたどり着くっていうことをすごく重要視してやらせています。あ、それからですね、大きなメモ帳に通過する駅の名前をすべてひらがなで書いてあげましたね。そしてここ何々っていう、この駅に着いたら電車を降りるんだよっていうところまで、もうしっかりね前の日の夜からシミュレーションやって練習してっていうことをやらせてから挑戦させてます。これがね、年長さんの時ですね、6歳です。で次に挑戦したのが、なんといきなり新潟県長岡市のおじいちゃんの家に一人旅させるっていうことを挑戦しました。この時なんと新幹線に一人で乗させるっていうね、これなかなか我々親もですね、まあドキドキの体験でした。その時の動画も作ってあるのでぜひ見てみてください。チケラ、この家に気をつけて行ってくるんだよ。キスしてくれました。いやー、この時正直に言うと、もう僕たちは心臓が破裂するほどドキドキしてましたね。ところが子供っていうのはさっさと一人で行っちゃうんですよね。もうねワクワクしかなかったみたいで、懐かしい。これが小学校1年生の夏休みです。
外に外で見送ってるのが妻。ここで新幹線が出発します。バイバイ小鳥。行っちゃったという形で、上野の駅で見送りまして、彼女は一人で長岡に来ました。で、長岡のホームではおじいちゃんがもうねホームで迎えてきてくれてるので、まあ、動画撮ってねって言ったんだけど全然撮ってくれなかったんですけど、まあ、無事に新幹線のホームでピックアップしてもらってお迎えしたよっていう連絡が来ることでようやく僕らは安心できたと。まあそれまで実はもう全く仕事にか手につかなくてですね、もうとにかくおじいちゃんからの連絡はまだか、連絡はまだかっていうね、本当に忘れられないです。もうとにかく何にも手がつかないっていう、一番緊張して、そして一番そわそわして、一番不安だったのは僕たちでしたね。この時、小鳥はですね、与えたお小遣いで新幹線の中で焼きそばを買うわ、お菓子を買うわで、初めて新幹線に乗ったとは思えないぐらい楽しく過ごしたみたいです。隣に座ったなんかおじいちゃんおばあちゃんのカップルと仲良くなっていっぱいおしゃべりしたんだなんて言ってたと思います。3、4日後かなに僕ら長岡に迎えに行くんですけども、まあ、一回りも二回りも何、なんかね、大きく成長した、そんな娘に会えたのも忘れられない思い出です。やっぱりね、自分の力だけで成し遂げたっていう経験っていうのは、子供にとってすごく大きな、成長点になるのかなって感じてます。で、次はですね、その翌年かな、2年生の時だと思います。今度は逆に、長岡まで家族で行きまして、そして長岡のおじいちゃん家に小鳥と葵二人を置いていきます。そして、自分たち二人だけで新幹線に乗って上野に帰ってくる。今度は僕らが上野でピックアップする。そういうね、二人旅をさせました。その時の動画も残ってるので、ぜひ見てみてください。チケラ。これもね、上野のホームで待ってるところから始まります。新幹線が到着しました。これはね、春休みだ、ゴールデンウィークにやった二人旅ですね。もうね、見てこれ、イヤホー、大感動、大感動ですよ。二人だけでね、新幹線に乗って新潟から帰ってきたんですよ。よくやったなーってね、思いっきりハグしてやりました。これも忘れられないシーンです。イエーイ、やったやった、お大成功、やったね、お大成功。今見てもね、ついついうるっとしてしまいます。もうね、多分ものすごい早く僕らね、駅のホームに着いて子供たちを待ってました。もうとにかく結局はね、毎度毎度親の方がドキドキしてそわそわして、相変わらず仕事が手につかなくて、全然早い時間にホームに行ってもう待っちゃうみたいなね、その時の心情っていうのもやっぱり思い出深いというか忘れられないですね。そしてやっぱり帰ってきた後の子供たちの成長具合、特に下の子葵は初めて大人がいない電車に乗って帰ってくるってことを経験したので、満足感みたいなものから得られるこの成長っていうのは、手に取って僕らも感じることができた瞬間だったかなと思います。そして今年です、下の葵がですね、保育園の年長さん卒園前に一人で友達の家に泊まりに行くというのをね、経験させました。これもまた一人で電車に乗って行かせました。その時の様子も動画に撮ってるんで、ぜひ見てください。こちらです。 Here we go。 おい、大丈夫か。これはね、わずか5駅、乗るの決まってんの、これたった5つだけなんですよ。しかもね、
乗車時間は7分っていうね、すごく短い、はい、あの冒険なんですけども、まあなんせね下の子なので余ったりでね、どうしてもなかなか同じくね、あのノートに通過する駅の名前をひらがなで書いてあげて、降りる駅名は駅はここだよっていうのをあの手に持たせて行かせてます。6歳ですね、頑張るよ。はい、ことも外して5駅たった7分の旅です。大冒険です。さあ青井選手で、今回はですね、ピックアップしてくれるママさんにも動画を撮っておいてもらったので、このあと向こうに到着した時の息子の表情が見ることができます。うわ、不安、もう不安がにじみ出てる。よし、行ってこい、マイソン。バイバイ、マイソン、行ってこーい。行ってこい。見て、あの表情。もう、完全ビビってます。完全にビビってます。はーい。行ってこーい。もちろんですけど、この後もまた親はドキドキが止まらないです。ピックアップしてくれるママさんからの連絡が来るまでもずっと携帯握りしめてる感じですよね。来るかな、来られては絶対飛び出さないです。撮ってもらった絵がこれ、右目の後ろ、後ろかな、やった、到着。青井さん、やっほー、頑張った、すごいね一人で乗ってきた、ね、今見てもうるっときちゃいですよ、これかっこいい、上行こうか、よくやった、マイソン。宇宙に手つなげた。この日、その友達の家でね、あの一泊させてもらって、次の日あの車で送ってもらうっていう、こういう大冒険をさせてみました。でね、僕たちのこういう子供たちにさせた大冒険の動画を見た、まあ、僕たちの友達のお父さんお母さんとかからはすごいって褒められます。そしてやっぱ小鳥ちゃんだからできるんだよ、葵くんだからできるんだよ、でもうちの子なんかには絶対無理っていうお父さんお母さんの声が実はすごく多くてですね、正直言うとちょっと残念だなって思ったことがあります。なんでかっていうと、できるかできないかって決めてるのは実はお父さんお母さんで、やらせてないよねって、だからやらせてみてはどうだろうっていうことを僕たちはいつも提案しています。もちろんね、子供たちができないよ、やだよ、無理だよっていうのに無理くりやらせる必要はないと思うんですよ。興味を持ってるんだったらこういう大冒険をやらせてあげた方がいいとは思うんですけども、別にやらせなくても、例えば小学校の高学年ぐらいになっ なったり、まあ、もちろん中学生ぐらいになれば自分たちで電車に乗ることなんて自分たちで覚えていくんですよ。そして簡単にやってっちゃうんですよね。だから別に無理してやらなくてもいいのかもしれないですけど、こういった新しいことを冒険させてあげて、お互いにこう成功するまでドキドキするっていうあの感覚っていうのは、僕らが人の親になったからこそ得られるすごく貴重な体験、瞬間だと思ってるんですよね。だから一人の親として僕たちが成長していく中で、これを経験できないっていうのは逆にもったいないなって僕は思うんです。だからもしね、皆さんもせっかくの夏休みなので、チャンスがあったら、そのちっちゃいお子さんたちにね、電車の大冒険ってやらせてあげたらすごくいいと思うんです。いいと思います。成功した後めちゃめちゃ成長します。ものすごい自信をつけて帰ってくるので、本当にね、やらせてみたら、絶対に やらせてよかったって思えるはずです。そしてお父さんお母さんもめちゃめちゃ成長します。度胸がつきます。
次に何をやらせてあげようかってことが考えられたりできます。この2019年夏休み、もしねこの動画を見てやってみようかなって思われたご家族がいましたら超おすすめです。最高の夏休みの思い出が作れると思います。さあ、そしてこの2019年夏休み、我が家の長女小鳥選手はですね、ついに北海道一人旅というのを経験させます。来週なんです。実は来週一人で、羽田から飛行機に乗って北海道へ旅立ちます。でもちろん向こうの新千歳空港で友達の家族がピックアップしてくれるっていう、実は新幹線よりも飛行機の方がものすごい簡単なんですよ。キャビンアテンドさんがきちんとついてくれるんですよね、一人に。そして向こうの家族と一週間過ごした先に僕らがまた迎えに行くっていう、こういう旅をねこの夏はやってみようと思ってますので、その小鳥の一人旅の様子からまた僕らの夏休みのロードトリップもね、この夏休みにどんどんアップしていこうと思ってますので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。みんなにとっても最高の夏休みになりますように。それではまた、バイ。Dude, that father is 10 and permed!